どうもラウチンです。さあ今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、地図を作りたいと思います。地図の作り方わかりました。あのね、このカラスの羽とトーチベリーの実、そしてグローダストを合体させると魔法の羽になるらしいのよ。で、その魔法の羽と紙で地図が出来上がるらしい。ということで、グローダストないので、ネザーへ行ってきます。ネザー、まだこの世界では行ってないな。まあ、行きましょう。これぐらいあればいいかな。これぐらいあれば問題なく作れるでしょう。これあれだよね。溶岩が出てるところだったらどこでも、あー、やばい！あー、下に溶岩があった。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。これで、作っていきましょうか。それでは黄昏の森の入り口の近くに、ゲートを作りましょうか。でついでにダイヤモンド9個ゲットしてきました。いい感じだね。まあ9個ぐらいじゃ大したもの作れないだろうけども、まあいいよ。いざ行くぞ。あれ抜けちゃった。グローダスト金色のやつだね。確か天井にある、あれか、天井にあるああいうやつか。ちょっと待って、ピグリンのやつがいるな。すぐ横にあった、すぐ横あった。これっしょ？あ、違う？ネザークォーツ違った違った。どれだ？わかった、これだ、これだね。間違いない、間違いない。どうやって取るか、あんな。他にない？こうめちゃくちゃ偉い上の方に来ちゃったな。なんとかあれ取れないかな。これだよね。グローストーンダスト。だよね。これで間違いないでしょう。うん。このダストと、トーチの実と、あとカラスの羽か。あれで出来上がるらしいから。あ、ここで一回作れるのか。別に何もいらないんだよね、多分。これとこれと、あとは、あ、これか。あ、できた！来た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 、魔法の地図の核。できた。これで地図が出来上がるんだ。やったぞ。これか。白紙の魔法の地図。これでいいのか。白紙の魔法の地図。ちょっと待って。あ、なんか、見えた。はい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 。自分がいるところが、あ、わかった。これわかりやすい、わかりやすい。なんか、色違いの、なんかリッチみたいな。やつがこの先にいるね。なんだろうあいつ。でこっちの奥が緑のやつ、あれなんだろう。ナーガかな、ナーガかな。うん、ちょっとなんかこれで進んでいってみましょうか。うん、地図も多分行けば広がっていくと思うんで、ちょっとやっていきましょう。なんだろうな、あの、色付きの敵みたいなの。なんでしょうかね。あ、これは洞窟っていう意味か。うわ、なんかいるぞ。これ NHK のどーもくんでしょ。どーもくんみたいなのが、どーもくんがいっぱいいる。ちょっと待って。ハイランドコー。怖い怖い。じゃあこの先にいるのは、なんか来た、なんか来た、待って。おい、狼かい。おー、ちょっと待って、なんか、お前ら普通の狼じゃねえな。ちょっと待って、氷のブレスを吐いてくるやつがいる。危な。何あいつら。まあいいや、この先に確か、あるはずだから。うわ、敵が多いね。敵が多いね。倒しながらちょっと進んでいこう。
あ、ナーガだ。なるほどね。このマークはナーガなのか。はい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 。じゃあもう一個のあのマークなんだろう。いやでも多分洞窟の中に入って奥に行かないとダメだもんね。なるほどね。あ、でもこれ地図これ広げていく楽しみは一個できたぞ。とりあえずナーガ神殿見つけたんで、ナーガは倒してから行きましょうか。ここは倒してないはずなんで。はいはい、いるいるいる。ナーガは倒していこう。もう慣れたもんよ、ナーガぐらいは。武器、剣、耐久力若干減ってるけど、まあ大丈夫でしょ。もうナーガはもう慣れたもんよね。超余裕。めちゃくちゃ余裕で勝てるわ。もうナーガだけだったらいいのにね。いや、そんなことは無理か。はい、終わり。よっしゃ。よいしゃ。おー、まだか。倒したね。で、このナーガの鱗をね、どう使うかがまだわかんないんだよな。防具の作り方がいまいち分かってないんだ。あ、ここは入れないとこだね。ここ雨が降って入れないんだ。あ、こっちも無理か。ということはここはまだ来るには早い場所。早い場所か。じゃあ次どこ行かなきゃいけないの。あ、反対側かな。反対側になんかあんのかな。あ、リッチがいるね。リッチのお城がこの先にもあるっぽい。ちょっとこれ、あれだな。ダンジョンが広すぎて、フィールドが広すぎてね。ちょっと難しいな。あれだね。ちょっと、新しい拠点を作って、そっからもスタートできるような形を取ってた方が行きやすいかな。リッチタワー発見。で、そのすぐ上の方にももう一個あるね。そうね、リッチタワーとタワーの間に拠点を作ろうか。あ、ちょうどあるじゃん。ちょうど家があるからここのスポナーをぶっ壊してここを拠点にしちゃおう。ちょっとアイテムは全部向こうに置いてきてるけども。ああ、そうか。そういうのがあるんだ。でもいいか。まあまあまあ。ある程度調達できるやつは調達してさ。なんとかしていこう。はいはいはい。お、なんだ。なんか攻撃してきやがったぞ。よし。OK。これで湧かなくなったね。で、ここ扉をつけて、ここを拠点にしましょう。はい、それでは制圧完了でーす。ちょっと一回やられちゃった。2階から敵が5体降ってきて、それにね、ボコボコにやられました。まさか、下と上2箇所にスポナーがあるって知らなくって、完全にやられたね。でも、アイテムは全部回収できたんで、よかったです。とりあえず、ここを新しい拠点として、やっていきます。チェストも作業台もあるし、まあ上にもね、チェストあったりして、なかなかいい感じです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。